ウォルトディズニーワールド鉄道は、ウォルトディズニーワールドのマジックキングダムにある、アトラクションの名称である。ウォルトディズニーワールド鉄道は、蒸気機関車のアトラクション。パークの外縁部に沿って一周するように走っている。パーク内には、メインストリート USA ステーション、フロンティアランドステーション、ファンタジーステーションの3つの駅が設置され、パーク内の移動手段として利用することができる。 三つの駅では乗り降り自由。すべての四つの機関車は1916年から1928年の間、ボールドウィン・ロコモティブ・ワークスによって建設されています。座席の向きは進行方向を向いたクロスシートとなっている。2011年2月までトゥーンタウンステーションも存在したが、ファンタジーランド拡張工事に伴いクローズし、2012年3月に ファンタジーランドステーションとして再オープンした。また、給水塔がこの駅にあるため、工事の影響でクローズしている際も同様の位置で給水のための運転停車を行っていた。他のディズニーパークに設置されている鉄道のアトラクションは以下の通り、ありがとうございます。